さあ皆さん始まりました。12月の19日、今が15時59分、いつも通りマーケットの分析始めるんだけども、日経平均休診460円だからですね、日銀金融緩和継続っていう方を受けて、日経平均が5番大幅高で、ドル円も143円の70銭台まで今円安方向に進んできてるんですよ。で、年末安の可能性が否定されてきてるので、なので、現状のマーケットの分析ですね。状況のアップデート、米国株も高いというところでやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできているので、そこあたりをひっくるめてこれからの話、参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に力をつけたいっていうふうに思ってる方がいたら、そちらの方も検討してみてくださいというわけで、さあやっていこうか、日経平均と。はい。今日460円高ですね。で、チャートを見ると引け高値で着地しているので、上昇圧力結構強かったんですよ。で、現状の日足のポジションを見てもらうと、25日移動平均線ラインかな。この黄色のラインのところまで、若干日足、終値ベースで抜けていて、ストキャスティックスはまだ過熱気味のラインまでタッチしてません。MACD も青のライン切り上がってきてるね。RSI も、この下値の抵抗ラインを割ることなく、逆に上値の抵抗ライン意識の段階に入ってきてるという中で、PR14.5 倍の日経平均の理論値ですね。32,941 円を超えてきたんですよ。なので、ここを超えてきたならば、次 PR15 倍の日経平均の理論値ですよね。34,077 円まで、まあ、見えてくるという形になるんですけども、今回ね、やっぱし日銀がワンチャン何かやるかもしれないっていうリスクがあったわけじゃないですか。まあ、関係者からね、急ぐ必要はないっていうコメントが出てきた中で、まあ、ね、金融緩和現状維持という発言が出てきたと、ニュースがね、ザラバ中に。で、かつ、今、上田さんの会見が行われてるんですけども、上田さんも、まあ、現状維持の構えですよね。前と言ってることはまんま一緒。で、政策変更するための条件は何なのかっていう記者からの質問に対しても、賃金の、まあ、上昇であったりの物価であったり、物価の安定的な 2% のね、達成であったりとか、今までの発言、コメントを繰り返しているような形なんですよ。なので、ネガティブサプライズはなかったっていうところで、逆に円安いったから日経平均素直に上がっているような形ですよね。最近ドル円の動きと日経平均の動きっていうのがものすごい連動性、感応度が高かったから、はい、円高いったら株安、円安いったら株高っていう、いや、そういった状況だったんですよね。5分足と日経平均の5分足とドル円の5分足が、ほぼ同じような動きしてたからね。もうドル円に連動するような形で日経平均動いてたんですよ。そういった中で、円安になるようなニュースが飛んできて、実際に円安になってるってところに関しては、日本株にとってはポジティブ。で、逆にネガティブならば、最悪ね、年末安の経路を辿る可能性があったんだけども、ここで一旦切り返してくる可能性が、ちょっとね、高まったなっていう状況ではあるよね。円安、円高一旦ストップしてるからね。で、一応今日僕も、4銘柄ほど、買ってます。はい。まあ、それに関しては、ザラバ中に、X で、ね、みんなの方にポストはしてるんですけど、そのポストがこれですね。はい。ちょっと待ってくださいね。こんな感じで、やってます。欲しかった銘柄少し買ってみたけどどうなるかなみたいな感じで、午後2時9分ぐらいにポストはしてるんですよね。なので、まあ上がってほしいなっていうふうには思うんですけどね、日経平均ね。前から打診で買ってる銘柄、投げ売られてる銘柄も買ってたんで、なので、今日は自分にとっても、まあ資産プラスになってるからかなり良かったです。はい。まあまあまあ、とりあえず、それはさておき、ただし、投げ売りがまだ出やすい地合いであるよねっていうのは変わりはないので、上値はね、重たい銘柄まだあると思うんですよ。全部の銘柄が上がるとは思ってないから、そこだけは注意かな。というのが、やっぱし、6月、7月日経平均高値だったからですよね。で、信用取引で高値で買った人たちは、半年後には必ず売らないといけません。そこで税制上の売りが、まだまだこれから出てくるわけじゃないですか。最後の最後までね。なので、信用取引の買いが多い銘柄に関しては、日経平均上げても、まだまだ戻り売りが出やすいかもしれないねっていうところを意識しないといけないから、そこだけは注意して見ておく必要があるかなっていうふうに思います。はい。思います。で、そこに関してのデータとかも見ていかないといけないので、
はい、過去の、日経平均のデータ集とか見ていくんだけども、まず見ていくのが日経平均の理論値ですね。今、どのラインで、日経平均が動いているのか、ベンチマークはどこあたりなのか見ていきましょう。12月18日時点ですね。今日のデータまだ出てないんで、昨日時点のデータなんだけど、この時点での日経平均の EPS、一株当たり利益は 2271.77 円だったんですよ。で、これかけることの PR15 をしてもらうと、次のさっき言ったラインですね、34077円っていうのが出てくるんですよね。で、今まで頭を抑えられていたラインが 14.5 倍だったわけじゃないですか。で、これをさっきの EPS とかけてもらうと、32941円っていうのが出てくると。で、PR15 倍抜けてくると、15.5 倍の 35,212 円で最高16倍の 36,348 円というのが見えてくるっていう形かな。で、日経平均の理論値、これ求めるときは必ずレンジで設定してほしいんだけど、11倍から16倍の範囲内に取ってください。なぜかというと、日経平均というのは過去の値動きを見ると PR11 倍から16倍の範囲内で値動きしてるからですね。なので、基本的には PR11 倍まで下がったら買い、PR16 倍まで上がったら天井近辺だよねっていうことで、売りを入れていくっていう形になるんだけど、はい。なので、一点今の時点で 36,348 円ぐらいかなっていう形ではあるかな。うん。で、ここ本当に PR16 倍までしか上がんないのかって思う人もいると思うんですよ。もちろんそのイレギュラーな異常値が出て16倍抜けたりとか11倍を割って下がった局面もあるんだけども、基本的にはね、やっぱしここあたり意識なんでかっていうと、9月もそうだったから。はい。9月の15とか19日見てほしいんだけども、この時点での日経平均の PR は16倍だったんですよね。なんでなのかっていうと、EPS が2063円ぐらいだったからですよ。で、その後に企業決算が発表されて、企業の利益が増したので、EPS が今の2271円まで押し上げられたんですよね。ただし、9月時点では2060円ぐらいだった。じゃあ、これかけることの PR13 倍をしてもらうと、一体 PR16 倍の理論値がどれぐらいなのかっていうと、だいたい3万3000ぐらいなんですね。3万3000ぐらい。じゃあ、これを見た上で日経平均の9月の水準見てみましょうよということなんですよ。PR16 倍は、ここあたりですよ。ここで頭取って、その後、目先の割高感から急落してるんですね。かつ、例のあの売りのサインも転じたから。はい。で、その例のあのサインっていうのが何なのかっていうと、ビクス指数ですね。市場の不安心理を表すビクス指数、恐怖指数と言われるもので、これアメリカのね、米国の S&P500 のものなんですけど、要は、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ビックス指数は急騰、逆に株は急落、ビックス急落、株は上昇というパターンになるんですよ。なりやすいんですね。で、すべての転換点はビックスのマックDです。デッドクロス、ゴールデンクロス形成。それが、すべての起点ですね。はい、これもう数年前から言ってるんですけど、ビックスとマックDゴールデンクロス形成が下落のサインで、デッドクロス形成が上昇のサインなんですよ。なので、この日にち見ておいてほしいんだけど、8月の25日、ビックスのマックDデッドクロス形成で上昇サイン、9月20日、ゴールデンクロス形成で下落サイン、で、上昇、10月10日ですね。10月19日、下落、10月31日、上昇、で、12月の4日、下落サインが点灯したと。で、そのチャートと日経平均のチャートを合成してもらうと、比較してもらうと、その通りの値動きになってるんですね。はい。8月の25日、ビックスのマックDデッドクロス形成して株は上昇。で、9月の20日かな。ゴールデンクロス形成して下落。で、ここでデッドクロス形成で上昇。ゴールデンクロス形成で下落。デッドクロス形成で上昇。ゴールデンクロス形成で下落。で、日銀の政策決定会合の結果を受けてから上がったっていう状況。そういった形ですね。そういった形ですね。はい。なので、すべての起点がビックスのマックDだというのが、ゴールデンクロス、デッドクロス形成のタイミングで株が日経平均が動いてるっていうのが分かると思うんですよね。ということは、今、ビックスとマックDゴールデンクロスで動いてるんですよ。まあ、下落のスイッチ入ったまんまなんですよね。これがもし仮にデッドクロスを組んでくるならば、そこから日経平均であったり、米国株ももう一段だか、しやすいっていう状況であるから。まあ、米国株は結構上がってんだけどね。というか、ビックス指数が、S&P500 のもう底辺で張り付いて動かないような形になってるから、もうこれバンドのトンネル作りに行ってるような感じだよね。バンド送りになったタイミングがちょっとポイントになってくるかなっていう感じかな、というところは
はい。まあ、そこあたりはしっかりと、ポイントとして、起点として押さえておいてほしいかなっていうふうに思います。で、今回ね、僕4銘柄ぐらい新規で買ったって言ったじゃないですか。なんでなのかっていうと、やっぱし金融緩和現状維持っていうのが、決まったからですね。で、それが出た瞬間に、ちょっと買おうかなっていうふうに思ってた銘柄があったので、今日4銘柄買ったんですけど、要は前から言ってる通り、需給的な下落圧力が入るかどうかの今日分岐点だったんですよね。さっきも言ったかもしれないんですけど、日経平均6月7月高値だったんですよ。で、信用取引で高値で買った人たちは半年後には必ず売らないといけないんですよ。売らないと。で、かつ12月末っていうのは、税制上の売り、損益清算の売りが出やすいような状況になるわけじゃないですか。税制上の売りがね。で、そういった中で今、やっぱし今に、投げ売りが加速している銘柄がかなり多いと。個別銘柄ごとに見ると、半導体強いですよ。レーザーテックであったり、スクリーンであったり、ディスコとかガン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 上げてますよね。ただし、一方で、6月、7月高値で、半年に向かって下がっていて、信用取引で買ってる人が非常に多いような銘柄に関しては、上値の上昇幅は限定的だと思うんですよね。限定的だと思うんですね。まあ、そういった投げ売られた銘柄を来年に向かって僕は仕込んでたんだけど、前から。はい。で、そこの動きに関しては、もう想定していた通りの動きが入ってたんですよ。入ってるんですよ。で、ここあたりでね、ここあたりの上下波動に関しても大体当て切って、ここまで上がって、ここから上の方に上がってってんだけど、参考にしてほしいのが、2022年、去年の相場と2018年相場なんですよね。要は、そこの値動きと同じような動きになるかどうかってところを参考にしながら、最近までずっとトレードしてました、僕は。8月、去年の値動き見てほしいんだけど、8月、9月、高値で、そこから10月ボトムで11月に上がって、11月頭から一旦下がって上がって、12月の15日ぐらいから下にドボンじゃないですか。この時日銀が YCC 修正っていうのをかけてから、まあ急落してると。まあ金利が上がったんですよね。金利が上がったんですよね。はい。で、かつ2018年相場。はい。2018年っていうのはここですね。ここもね、年末年始に大暴落したんですよ。大暴落。11月、12月頭まで上がって、そこから下がって上がって、まあ、12月の14、5ぐらいから急落してるわけでしょ。ここはね、米連銀が、まあ、利上げ決定みたいな感じで。見てもらったらわかる通り、両方とも金利動かしてきてるんですよ。政策金利を。それを受けて、大きく急落してるんですよね。ただし、それだけじゃないんですよ。原因っていうのが。信用取引で買ってる人が異常に多かったのがこの2つの年なんですね。2018年と2022年相場。この時が、やっぱしめちゃめちゃ信用取引で買われていた。はい、合算でだいたいその3兆円ぐらい。で、そのデータが日常合計の信用倍率って言われるものなんですけども、はい、これですね。これマーケット全体で信用の買いと信用の売りがどれだけ入ってるかどうかっていうのを表すチャートなんですね。で、12月の8日時点で、信用の売り算が8229億円に対して買いが3兆9839億円。売りよりも買いの方が4.84倍多い状況の中で、はい、この3兆、まあ、4兆ぐらいの買い算っていうのは異常に多いんですよ。異常に多いんですよ。こういった時って12月相場、まあ、弱含む展開になりやすいんですよね。で、去年も、2022年末も見てほしいんだけども、6月、ここが、12月30日時点で、信用の売り算が6313億に対して買いが5.29倍の3兆3423億円まで積まれていたと。売りよりも買いの方が圧倒的に多いんですよね。で、2018年相場もそう。3兆円ぐらい信用改ざんが積み上がってるんですよ。で、そこで利上げのニュースが飛んできたら、もう一気に投げ売りが加速して、2018年であったりとか2022年相場みたいな形になりやすかったんだけど、それがちょっと今回金融緩和継続維持。で、アメリカの方も来年利下げっていうところでガン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 上げてるわけじゃないですか。はい。そういったところで、ここのパターンで、ね、否定されてくるかどうかってとこですよね。いわゆるその去年であったり2018年みたいな同じ相場にならない可能性っていうところ、アメリカ株特に上がってますから、日本だけは弱かったじゃないですか。もう全部やっぱしね、日銀の政策決定会合の不確定要素がネックになっていたところで、現状維持、今までの発言も上田さんはまあ繰り返し言ってきてるような形になったっていうところで、先物も上がってるんだよね。今日買った銘柄とか上げてきてくれんかな。
上げてくれたら嬉しいなと思いますけどね。うん。はい。まあ、そんな感じですね。とりあえずね。超重要分岐点で、上の方でリアクションが入ってきたってところはちょっと大きいんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってる。ただし、やっぱし投げ売られてる銘柄まだまだあるんで、上値重たいやつもあるよ。そこあたりはちょっとね、物によって個別対応していく必要があるのかなって感じがするかな。じゃあ今、日本株の過熱感はどういった状況なのか。まあ、そこあたりを見ていきましょうよ。まず見ていくのが騰落でしょう。フラットですね。過熱感ないです。売られすぎ感もない。12月19日時点で、こういったデータが出てるんだけど、で、騰落率っていうのが何なのかっていうと、日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率から求められる指標であって、120を超えると過熱しすぎ、80を下回ると売られすぎなんですよ。で、今全部フラット。売られすぎ感も過熱感もないような適温相場みたいな感じかな。うん。あとは、投資主体別売買動向の最新データが、もうそろそろ出てくるんですけども、ここがどうなるかですよね。海外投資家直近、まあ、12月の8日の週までガンガン売ってて、証券事故も売ってるんで、買ってるのは個人投資家だけなんですよ。で、12月ってやっぱしもうお休みムード、まっしぐらなわけですよね。海外投資家っていうのはクリスマスもあるというところで。そういうところで、積極的な商いが入ってないっていうところもあるという形ではあるかな。で、今日ね、最新の日商合計の信用倍率が出たんだけども、信用改ざんがちょっと減少してますね。今最新データが出たので、ちょっとね、これはね、共有化してた方がいいと思うんで、ちょっと出しますね。信用改ざんは減少傾向ですね、これは。はい、直近のデータから比べるとですね。今データ資料作ってるので、ちょっとお時間ください。はい。売りが増えてる。逆に。焼かれる？ショートカバー来るこれもしかして。売り算が9000億円超えてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。準備できたので出します。はい。今まだ作り途中なんですけど、もうちょっと待ってね。はい。9000億円。売り算が。まあ、大体こんなもんでいいや。はい、お待たせしました。12月15日時点での、信用売り算が急増で9181億円ですね。で、買い算が 3.9 兆、まあ、4兆円近いところから若干減少。まあ、2000億円ぐらい減って、3兆7948億円に減少ですね。売りよりも買いが 4.13 倍多い状況か。空売りが多いね。増えたね。ショートカバー来るか。空売り勢丸こけになってくるか。もしかして。今年の特徴が、やっぱPBR 1倍割れ銘柄に対する、東証からの規制が入ったわけじゃないですか。応募、要請っていうかね。はい、PBR 1倍ぐらいまで上げろみたいな感じで、オーダーが入ったわけですよね。それに対して、海外投資家であったり、証券事故がガンガン買って、空売りが大量に増えてたもんだから、その買い戻しが、まあ、大量に入ってから日経平均ドーンって上がったのが、今年の相場の特徴なんですけど、空売り急増してるんですよ。空売りの買い戻しがちょっと入ってくるかもしれへんね。そうなってくると。空売り比率はちなみに 41.5% ですね。はい。そこあたり皆さん押さえとってください。ちょっとショートカバーが入ってくる可能性あるよね。こうなってくるとね。入ってきてほしいな。入ってきてほしいな。まあ一応まだ買いたい銘柄とか狙ってる銘柄があるので、全力投球っていうのはしてないですよ。しっかりと僕はキャッシュは一応残してるんで、そこだけは皆さんしててね。はい、キャッシュはまだまだ全然残ってる。欲しい銘柄が実はあって、高配当銘柄なんですけど、今日若干まだ、若干反転したんだけど、まだ下落方向にバンドオフなんですよね。なので、バンドオフ終了のサインが出たあたりぐらいちょっと買いたいなっていうのが、複数銘柄あるような状況。だから、ね、需給も重たいんですよ。需給も信用取引で買ってる人も非常に多いんですよ。なので、まあ、最後の最後あたりに、買うための余力っていうのは、しっかりと残してるような形かな。まあ、そもそものところ、キャッシュ比率ゼロっていう形になるのはないんだけどね。まあ、それはそんな感じですね。じゃあ、今日の日経平均の上下に寄与した銘柄、そこあたりも確認していきましょう。上昇寄与度1位、東京エレクトロン 3.67% 上昇ですね。これによって日経平均を89円押し上げる要因になったと。で、2位がファーストリテイリング、アドバンテスト、レーザーテック、リクルート。ここあたりが上昇寄与度トップ5。で、逆に下落寄与度トップが第一三共、新越、東海、積水ハウス、大和ハウスってところかな。なので、上げてる銘柄上げてるんだけど、下げてる銘柄も、まあ、下げてはいるよね。
で、今日も、僕の持ってる銘柄も2割ぐらいは下がってたので、はい。まあ、全部が全部全面高っていう状況ではなかったかな。じゃあ、個別銘柄ごとの動きをちょっと見ていくんですけど、はい。主力銘柄見ていきましょうか。レーザーテック、踏み上げですね。空売りの買い戻しが多分入っていると思います。また。ショートカバーがグワンって入って、4.86%上げ。で、あとは、東京エレクトロンかな。3.67%上昇。ここも引け高値で上昇方向にバンドークっぽくなってるんですよ。ここも需給いいんだよね。買いよりも、売りがやっぱし入ってるような状況だから。買いよりも売りっていうか、まあ、売りが結構入ってる状況だからね。で、アドバンテストも4.1%急伸。で、ここの逆ヘッド&ショルダーかな。が見えてる中で、この点線ラインを抜けてくると、ちょっと上値が軽くなりそうだよねっていう感じはする。感じはする。で、ファーストリテイリング2.19%上昇でしょ？ここはちょっと壁とならないかどうか注意しないといけないけど。で、投げ売られていた銘柄も反転してきたかな、今日は。イデック、これ5587円であったりとか、あとはその直近投げ売られていた資生堂。まあ、大きく下がってましたよね。中国リスクっていうところからけ、あの、懸念されてから。資生堂を切り返して、バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マックリーが、まあ、上昇トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり、25日ラインまでの軌道修正が入りやすいという形になってきている。前から話していたフィボナッチとレッドゾーンあたりで切り返してきてますよね。で、信用の高値期日、6月22日の半年後がもう来るんですよ。今週末から22日。はい。それ以降にちょっとその軽くなるかもしれないね、値動きの方がね。まあそういった形です。なので、6月7月高値銘柄で、冒頭部分で言っていた6月7月高値銘柄で下がっていて、あとは中国関連銘柄っていうところ、まあこの3点セットが揃ってる銘柄に関しては、まだ上値は重たいんだけども、少し切り返してきてるねっていうのが見えてきてるような状況かな。じゃあ、そこから他の指数を見ていきましょう。ドル円143円の70銭台ですね。フィボナッチの361.8%から423.6%のレッドゾーンと200日ラインを起点として一旦切り返す流れです。バンドックっぽいのはちょっと終了してるよね。バンドックっぽいのは。で、これを受けた海外投資家から見る日経平均はどうなの？ドル建ての日経平均なんですけど、これが上値抵抗ライン抜けてるんですよ。これ日経平均割ることのドル円のチャート、要はカースト変動リスクを考慮した日経平均なんですけど、この日足の上値抵抗ラインと、このピンクの売りのスイッチが入ったラインを上回ってきてるんですよね。はい。で、8月の9日にこのピンクのラインを割ってるような状況なんだけど、ここまでって海外投資家って毎週のごとく日本株を現金でバン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 買ってたんですよ。で、このピンクのラインを下回った8月の9日以降に海外投資家は売りに転じていて、売り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 、上がってもここでも9000億円ぐらい売り、売り、売りで、下がって、ここあたりで現金で買って、ここで1兆円の先物買い、現金で3000、億円分の買い、で、ここで売りに転じてるんですよ。5000億円ぐらいかな。12月の8日の週っていうのはここなんで。この上にね、上髭がビーって伸びた段階で、海外投資家は5000億円相当現金で売ってるんですよね。まあ、先物合算で言うとプラスだと思うんだけど、トピックス大幅に確か6000億円以上買ってるんで。で、この黄色のラインとピンクのラインを今明確に抜けてきてるんですよ。ということは、海外投資家からすると日本株今結構強いよねっていう印象を受けてるよねっていう状況であるかな。これを受けて海外勢買ってるかどうかだよね。今週の木曜日に出るんです、その最新データが。はい。逃さず見ていきましょう。で、トピックス。ここも0.73%上昇かな。ストキャ RSI マックリ。一旦5日移動平均線まで戻した感じですよね。で、グロース株。ここも2%急伸で引け高値ベースと割って、パラボリック上昇トレンド形成してるんですよね。ストキャ RSI マックリ。まあ、別にその、怪しい動きをしてない、今のところ。で、なんで上がったのかっていうと、もちろん、ね、日本の10年債利回りが4.37%減少して、まあ、低下して、0.635%まで下がったからですね。日本の10年債利回り切り下がった。で、そこを受けて、じゃあ銀行株とかがどういった動きをしてたのかっていうところをちょっと見たいんだけども、弱かったですよね。全体的に金利低下したんで、銀行株は売られる流れ。もちろんその一部は買われてるよ。一部は買われてるけど、全体的なところで見ると、まあ弱いかな。政府損保系も売られてるねっていう感じはする。はい。じゃあ、そこあたりをひっくるめて、
米国株は今ちなみにどういった状況なのっていうとこなんですけど、上昇方向にバンドオークなんですよね。日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇波動を形成してるから、まだ下がってくる兆しが出てないんですよ。このバンドオークっていうのは、日柄調整が入ってパラボリックとマック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり25日移動平均線、この黄色のラインまでの軌道修正が入りやすいっていうパターンになるんだけど、そのパターンがまだ出てないんですよね。で、S&P500 であったりとか、ナスダック、バンドオークでしょ？あとはソックス指数、半導体株指数も、まあバンドオークを今のところまだ継続してるっていう状況。で、最近日本株よりも米国株の方が優位性が高かったっていうのは皆さん知っての通りじゃないですか。なんでかっていうと、アメリカは政策金利が来年以降 0.25% の利下げかける3回行われるような予想が出てるし、逆に日銀に関してはもしかすると政策修正が入ってくるかもしれないっていうところで、片方は右向いて片方は左向こうとしてたわけですよ。なので極端に米国株寄りに市場の動きは傾いたんだけども、で、その動きがここから確認できるんですよね。NS 倍率。これ日経平均割ることの S&P500 のチャートかな。分子が日経日本株、分母が S&P500 米国株なんですよ。これ上がると日本株優位で下落すると米国株優位なんだけど、これが12月の一日からここの三角持ち合いを下っ離れて、日本株優位から米国株優位に極端に傾いたんですよね。なので、米国株は強いんだけど、日本株全然上がんねえなっていうチャートになったんだけども、これバンドオーク日柄調整になってきてるんですよ、少し。で、下の青のラインが日足がちょっと剥がれてきてるんですよね。で、メンバーさんだったらここにラインがあるの分かるじゃないですか。例のあのラインがね。で、そこで切り返してきてるわけですよ。目先、ちょっとその、米国株よりも日本株優位に傾くかどうかってところをちょっと見ておく必要があるかなって感じがします。はい。そんな感じかな。じゃあ、アメリカ株ちなみに上がってるんだけども、グロース株とバリュー株どっちが強いのっていう話になるんだけど、昨日はグロース株ですね。はい。GB 倍率これ下げてたんで、直近はグロースよりもバリュー株優位だったんだけど、昨日はバリュー株からグロース株の方がちょっと優勢に傾いて動いていたかなっていう形がする。で、セクター別騰落率見ましょう。下がってるセクター、2セクターだけ。不動産セクターと、あと公共株、ユーティリティですね。ここは下落。で、逆に上昇してるのが、コミュニケーションサービスセクター、メタであったり、アルファベットが入ってるセクターですね。であったりとか、生活必需品、200日ラインまで上昇。はい。で、一般消費財、エネルギー株、WTI 原油が上がったんでね、やっぱそこあたりの、海運というか、地政学的リスクがまた出てるじゃないですか。それで海運株が最近ね、またその賃金上がるかもしれないということで同意づいて上がってるわけでしょ。はい。そういったところで、まあエネルギーセクター上がってるよね。WTI 原油が73ドルまで上がったから。で、現状は 72.71 ドルですね。はい。まあ、とりあえずそういったセクターが上がってる、基本的には。大体ね、全部のセクター見てると、まだなんか下げてくるなっていう、そういった感じじゃないよね。まだ強えな、こいつみたいな、どこまで上がるんだろうっていう風に見てるような感じです、僕も。はい。じゃあ、個別銘柄の動きはどうなの？上がった銘柄がコストコ 3.4% 急進強いね。ネットフリックス 2.98% 上げ、メタ。はい。2.9% 上昇。別に金しかないよね。で、アマゾンも 2.73% 上昇で、上昇方向にバンドオークでしょ？はい。アルファベット 2.5% 上げ。NVIDIA 2.43% 上昇。他の中心どころは？マイクロソフト 0.52% 上げ。テスラは？テスラ。あった。ここは 0.56% 下げだけど、直近上げてる方ですよね。目先、下げてるような、主力どころは強いんですよね。主力銘柄、ガーファムプラス NVIDIA テスラってところは。じゃあ逆に下がってるのがどこあたりなのかっていうと、ソーラーエッジ、まあ、再生可能エネルギー関連かなであったりとか、デルタエアライン。はい。原油が上がっちゃったんで、クーンとか、そこあたりの輸送系にはコスト増なんでネガティブですよね。そこでバンドオーク日柄調整っぽくなってるから、ちょっと目先下に行くかもしれないねって形。ドキサインであったりとか、利益確定売りです、ここは。で、アルコア、バイドゥ、ファーストソーラー、あとボーイングね。うん。カーニバル、ウェルスファーゴとか。下がってはいるけれども、天井近辺でちょっと揉んでるぐらいだよねっていう感覚かな。うん。
感覚かな。アメリカの金利。2年債利回り、5年債利回り、10年債、20年債利回り低下。金利は下げなので、株の天敵は金利ですから、それが下がってくれてることに関しては、米国株に対して、立ってはポジティブですよね。ポジティブですよね。他の指数は？中国。香港ハンセン、小幅に反落。深セン総合指数、中国版のナスダックは小幅に上昇。上海総合指数はまあボトム近辺で動いてる。欧州市場、ユーロストック50はバンド比嘉調整なんで、パラボリック、MACD や下落トレンドを形成すると、こっちの方はちょっと押しそうだよね、下の方にね。はい。ビットコイン618万まで急進ですね。上昇ですね。はい。このパターンを否定してくるかどうかですね。5日と25日移動平均線がデッドクロス組むとこのパターンになりやすいんだけど、ギリギリ回避してるんですよ。逆に切り返してきてるんで、そこだけは皆さん押さえとってください。5日と25日デッドクロス組むと、ちょっとチャートの形は終わりに近いと思う。なんでかっていうと、このチャートはもうわかりやすいんで、ボリンジャーバンドの中央線25日移動平均線ライン、この赤のラインと黄色のラインをボトムラインとして上下してるわけでしょ。ということは、この25日移動平均線の重要度めちゃめちゃ高いので、そこと5日移動平均線がデッドクロス組むと、チャートの形が壊れやすくなるんだけど、その形を今否定しそうな感じで、ちょっと切り上げてるよね。で、リート。日本のリートは下げてる。アメリカのリートも下落って感じかな。日本の金利が下がったのに、リートがまあ下がること。はい。コモディティ。安定資産である金。ゴールド。0.12%下げですね。ドクターカッパ。0.03%下げたけど、別に大きく下がってるわけではない。ドル指数。下落。ドル売り。ユーロ買い。ユーロドル上昇ですね。なので、現状のマーケットの動きを見たんですけども、目先のその利上げっていうか政策金利の修正、日銀のっていうのが払拭されたので、かつ、空売り比率が増えてる、ですよ。空売り比率っていうか、空売りの金額が増えて9000億円台まで、今日の最新データで増加してるじゃないですか。ということは、もしここから日経平均上がってくるんだったら、また空売りの買い戻しが誘発されやすいっていう形になるのかな。投げられる銘が投げられると思うけどね、年末までは。ただし、当初想定していた最悪の事態、その予想が外れそうになってるので、僕はハッピーですけどね。はい、これでそのチャンネル全体の勝率がまた上がってくると思うので、含み損抱えてる人が昨日のデータで確か39、40%ぐらいだったんですけど、その比率がね、またちょっと改善しそうですよね。全体がプラスに傾いてくれる。まあ、これに越したことはないですから、はい。で、僕も持ってる株も上がってきてるんで、もうちょっと上げてほしいよね、上がるんだったらね。っていう感じで見ています。なので、現状の動きはそんな感じですね。最後によかったら、もし今の話で参考になったと思ってもらえたら、よかったら最後にチャンネル登録と、あと高評価ボタン押しておいてもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。あと、メンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、もし今以上に力をつけたいっていう人がいたら、そっちの方も検討してみてください。あと、今晩22時から、いつも通りライブ配信するので、皆さん集合でよろしくお願いします。というわけで、今日も一日お疲れ様でした。撤収！お疲れ様！